以前の動画で解放同盟みたいなね、同和団体に入っている部落民っていうのは全国の部落民の 1% いるかどうかで、なおかつアクティブに活動してるのはじゃあそのうち何千人いるんだっていう話だし、なおかつ同和会系の団体なんかほとんど部落とは関係ない人が活動している、そういう状況でですね、なんで同和団体がこれほどまでに恐れられるのかと、こんな力を持つのかっていう質問があったわけです。でこれはね、本当にね、いろんな歴史的な出来事の積み重ねで、今も残ってるいろんな要因が複雑に絡んでるので、それを一つ一つ挙げるのは大変なんだけども、今回はね、まあ、その中でね、一番大きな要因2つ挙げます。一つはやっぱり過去の同和団体の暴力的な活動、そしてもう一つは知識のなさなんですね。では一つ目の暴力的な活動について説明するんですけど、これは本当にね、戦前大正時代からの水平社の頃から暴力的な活動をしてたので、それからの積み重ね、本当にいろんな事件の積み重ねがあるんだけども、その中で一番重要なものを挙げるとすれば部落地名創刊事件なんです。これで一気にね、この観光庁だとか、企業なんかも言いなりになっていったんです。これ当時作られた資料です。部落地名創刊っていう、まあ、部落のリストですね、それを企業が買ってた。でこれは差別だって言って解放同盟が企業なんかを糾弾するわけです。その時の資料ですね、これ。でどういうことが行われてたか、これに書いてありますね。これ兵庫県ですね。この糾弾会にどんなところが参加してたのかって書いてありますね。神戸法務局、神戸労働、労基局、労基ですね、当時の。税務署なんかも参加してると。法務局と税務署ですね、あとは労基。で、さらに、菊正宗玉井商船っていうね、企業名が出てますね。で、さらにですね、まあ、この資料ね、いっぱいあるんで、ほんとごく一部だけしか抜き出してないんですけどもね。これすごいです。福岡なんかは昼夜3日徹夜球団って言ってね、延べ4500名が参加。関西ペイント、住友電気工業とかいろんな企業名が挙げられてますよね。それで3日間徹夜の球団でしょ。で当然もうこんな企業の担当者は震え上がったし、そういう場面っていうのをこう役所の人なんかを見せられたわけです。もう40年以上前のことなんだけども、そのことはもうこの企業とかね、役所にとってトラウマになってますね。またこの再来があるんじゃないかという。だからその結果として、まず企業が言いなりになる。例えばこの、ね、トヨタグループなんかね、大体入ってるんですよ、この糾弾された企業の中に。ここにね、そのブラック指名総監買ってた企業のリストなんかもあるんですよ。こういうのはもうブラック解放同盟のスポンサーになってますね、今も。まあこのリストの中で抜けてたのは大津工業ぐらいですかね。するとこうやってね、企業のリスト見せられると怖いですよね、やっぱし。その企業の従業員の立場だったら、とても解放同盟に異論は唱えられないし、取引先なんかもちょっと怖いんじゃないかなと思います。このことについて何か触れるのは。ということで、やっぱりその経済界というのはやっぱ解放同盟の言いなりになって、でなおかつ先ほども申した通り、こう役所の方も参加してるので、こう役所の人、行政関係っていうのがこう解放同盟の言いなりにさせられていったわけです。でそしてさらにはね、この恐怖っていうのはもう司法にまで及んでると。でするともう逆らえないですよね。何か解放同盟に逆らうようにしたら、そのもう恐怖感を持ってる人は解放同盟の言いなりになるしかないんだから、役所なんかに嫌がらせをされる。企業なんかはね、解雇されるかもしれない。取引先なんか圧力かけられるかもしれない。で、そして、この裁判官なんかも言いなりになったなってるわけです。それに関しては、狭山闘争の方がどっちかっていうと大きな影響があるんですよね。やっぱり解放同盟に逆らうと、こう裁判所が襲撃されたりとか、ね、裁判官が襲撃されたりとか普通にあったんで、それは怖いじゃないですか、拉致監禁されるわけだから。でやっぱり当時を覚えてる人が今も企業でね、現役だったり、まあ、影響力を持ってたりするので、やっぱりまだ完全にこの状況から抜けられてないっていうことですね。まあ、とは言ってもね、もう50年前の話なんで、そろそろね、そのトラウマから抜け出てもいいんじゃないかと思うんだけども、そこで問題になるのがもう一つの問題、やっぱ知識のなさですよ。やっぱりほとんどの人は部落っていうのはなんかよくわかんないと。学校でいわゆる同和教育だの解放教育なのって受けた人でも、正しい情報なんか教えられてないわけです。
じゃあ具体的に部落どこにありますかっていうね、基本的な情報、じゃあ部落の起源は何なのかっていうことも分かってないわけで、専門家でも実ははっきりと分かってない、分かってないからね、なんかこう同和団体から俺たちは差別されてきたんだっていうふうに自信満々に言われちゃうと反論できないわけですよ。じゃあ反論するために何か知識を、ね、得ようとすると、私のようにこう裁判で訴えられるわけですよね。でなおかつ裁判官にわけのわからん理由で出版禁止とかされるわけで、するとやっぱ知識がないから反論できない。このね、未だに解放同盟のスポンサーにさせられてる企業の人なんかがね、これおかしいですよって言っても、じゃあどんな風におかしいのかっていうのをね、なかなか説明できないわけですよ、知識がないから。そしてね、まあ、皆さんが不思議に思うのは、なぜあんなにねメディアっていうのはその童話というものを怖がるのか触れたがらないのかっていうのも、これはやっぱりね、それはメディア自体もね、解放同盟から何度か糾弾されて、それで恐怖心があるっていうこともあるんだけども、やっぱり一番はね、知識のなさ、あるいは間違った知識というところですね。結局童話っていうのはよくわかんないから、じゃあどんな風に論評していいかわかんない。でだから、あの橋本徹のね時みたいに、その週刊朝日なんかね、もうこいつは叩いていいんだっていうことになると、本当もうむっちゃくちゃ書くわけですよ。知識のないくせに、とにかく相手を叩けばいいんだっていうことでむちゃくちゃ書いて、で最後は解放同盟から怒られて、で反論できなくて、で橋本徹に訴えられて裁判でも負けるっていう、まあそういう非常に情けない体たらくなんですよ。それが知識のなさで、間違った知識っていうのはやっぱりね、メディア関係の人間でも、このブラグの人間っていうのはみんな同和団体に入っていると、逆に同和団体に入っている人はみんなこう正当なブラグ民だみたいなね、そういう思い込みがあって、もう自分たちは被差別当事者だって言われると、あそうですかって信じてしまう。でこうブラグ関係の不祥事があってね、不祥事があると、それを報じることがね、なんかこうブラグの人というものを貶めるような気がして、なんか気が引けるみたいな、そういうねおかしなね歪んだ考えっていうのもあるわけです。熱海の件に関しても、天野文夫のせいでこう犠牲者が出たっていうことも、あれも報じるのも、あれを報じてしまうと、こう部落解放運動というものを貶めることになるんじゃないか。でそれが部落のね人たちのね名誉を侵害するというか、部落の人たちが余計にこう白い目で見られるようになるんじゃないかというね、なんか変なね間違ったこう意識があるわけです。だけど天野文夫は別に部落とも何にも関係ないし、自由度和解なんてほとんど部落とは関係ない人が活動している団体だし、まあそういうことをはっきり言えばいいんだけども、まあそれを言ったら、それもそれでなんか部落解放運動を貶めるような、なんかそういう意識があるんでしょうね、そういう配慮が。じゃあそういう配慮ってそんな大事なことですかね。二度と犠牲者を出さないっていうことよりも大事なことですかね。その部落解放運動団体イコール部落民じゃないわけです。だから別に部落解放運動団体がね貶められたからって、別に部落民が貶められるわけじゃないわけで、それは解放運動っていうものが信頼を失うっていう、そんだけの話ですよと。その 99% の部落住民には何にも関係ない話ですよって、ほんの 1% の利権が守られるかどうかっていう、たったそれだけの話ですよっていう話なんだけども、結局メディアの人間っていうのは間違った知識を持ってるから、その 1% の利権の問題をね、まるでこのほとんどの部落住民の問題かのように考えてるわけです。そこからもちゃんと意識を変えていかないといけない、正しい知識を持っていかないといけないんだけども、残念ながらそのメディアの関係者っていうのは正しい知識を持ってないという状況にあるわけです。ということでね、もうメディア関係の人とかね、この動画を見てですね、啓発されていただきたいと思います。ということで今日はね、なんでその部落というものが恐れられるのかっていうことをお話しいたしました。